Mr. Jason Clavito writes in his website that the Nazca astronaut, known to archaeologists as the Owl Man, is an aged geoglyphus in human form, approximately 100 feet or 30 meters high, situated between two aged parallel lines on a hill near the Nazca Plateau, such that it could be seen from the coast. The long-term scholar of the Nazca drawings, Maria Reiche, named the figure the Owl Man when she published the first aerial photograph of it in her 1949 book, The Mystery of the Desert, which suggested an astronomical purpose for this and other Nazca etchings. It became known as the astronaut only after ancient astronaut writers popularized the image. ナスカにはナスカのフクロウ人間、現在はナスカの宇宙飛行士としてよく知られている地上絵があります。高さは30メートルです。その地上絵が世間に知られるようになったのは、マリア・レイチェが1949年に書いた砂漠のミステリーという本だそうです。それはともかくも、この地上絵は何のためにここに書かれたものなのでしょうか。丘の上に書かれているため、遠く離れた海岸からも見ることができるそうです。広林、浜松シティ、ジャパン。それでは皆さんをフクロウ人間の絵の描いてある場所へ案内します。ナスカの地上絵イコール道路標識施設 by 林博です。例えば猿の絵がありますが、あの猿はスリランカのラバナ神、つまりラバナ猿を表したものである。また渦巻きは蛇、パレンケの蛇、あるいはカラクムルの蛇を表したものである。ハチドリはパレンケのハチドリを表したものである。さらに三角と言われている地上絵がありますが、あれは浦雲山を示したものである。少し離れたところにありますルリパタの地上絵は、ギアナ高原のペモン族を表現したものである、などなど。今ご覧いただいているフクロウ人間もその中の一つであるということです。そこでギザのピラミッドナンバー2からそのフクロウ人間に線を引いてみます。ギザのピラミッドナンバー2です。ここからペルーのナスカに向けて線を引いてみます。これは2013年の地上絵ですけども、その線はまっすぐとこのフクロウ人間を縦に割ります。つまりこのフクロウ人間はギザのピラミッドの方向を示しているということになります。ただ粘土によってはギザからのラインがこのフクロウ人間を縦に正確に割らないことがあります。それは Google Earth がですね、ナスカの地上絵を写真に収めるときに斜め上方から撮った場合にそのような狂いが生ずるものと判断します。そこでナスカの地上絵の周辺の直線がですね、直線になっているかどうかを見ながら判断します。つまり真上から見た場合にはその直線は直線になっているからです。やや斜めから見た場合にはその直線が凸凹になっています。そういう考え方で見るとですね、順に2016年、2014年、2013年と続いていますけども、2013年のこの地上絵はほぼ真上から写真を撮ったものと判断できます。そういうことからですね、このフクロウ人間は正確にギザのピラミッドの方向を示していると私、林博は判断しました。例えばこれは空中撮影によって撮られたフクロウ人間ですけども、撮影する角度によってですね、ラインが左右に揺れている点に注意してください。真上から見た図形でないと、このように線がそれぞれの方向を示すということです。ついでですが、この辺りの様子がどのようになっているかも簡単に調べてみました。この中央、上から下に1本の道路が走っています。この辺りに視点を置いて、その辺りがどうなっているかを調べてみました。最初に小さな小山が見えます。この小山の向こう側にフクロウ人間が描かれています。このような地形になっています。反対側です。で、さらにぐるっと回って、そして元の場所に戻ってきます。ここが元の場所です。ナスカのフクロウ人間だけを見ていると、何が何だかわけがわからなくなりますが、しかしこのような道路標識はあちこちにあります。三叉の大燭台もその中の一つです。三叉の大燭台へ皆さんを案内します。この岩盤にもやはり地上絵が彫り込まれていますが、これは道路標識です。それぞれの角、あるいは枝分かれしているところに点を取ります。このラインはプーマプンクを示しています。この方式はブライス・インタグリオスの方式と同じです。こうして点を取り、そして線でつなぐと、このラインはクスコの方向を示していることが分かります。そしてこのブルーのラインはナスカの方向を示していることが分かります。で、このプーマプンクからのラインはこのナスカの滑走路と正確に重なります。このナスカの滑走路はプーマプンクの方向を正確に示していることになります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身で確認してください。そのプーマプンクからアタカマジャイアントに線を引きます。アタカマジャイアントです。地球上で最大の地上絵ということになっています。目と口をつないだラインがプーマプンクの方向を示しています。そして縦線は正確にギザのピラミッドを示しています。このように他の道路標識と並べて考えますと、このフクロウ人間、つまり宇宙飛行士も道路標識と考えられるわけです。またそのように考えて、どうして間違っているということになるのでしょうか。で、結論ということになりますが、ナスカのこのフクロウ人間がギザのピラミッドの方向を示しているという前提に立つならば、このフクロウ人間は何らかの形でエジプトと関係があるのかということになります。またその可能性はないとは言えません。ただ先ほど見ましたように、 Google Earth で紹介されている写真がですね、必ずしもいつも真上から撮られたものでないということで、ラインがずれる場合があります。このような斜面においてはですね、カメラの位置が斜め方向にずれると、そのラインもずれるということもあるということです。それはともかくも、このフクロウ人間が何らかの形でエジプトと関係があるのかないのか、似ているとするならばですね、やはりミイラの図と似ているのではないかと思います。そして先ほど見ましたように、この地上絵は遠く海岸からも見えるそうです。で、エジプトの壁画の1枚をここに皆さんに紹介します。雰囲気的にどこか似ているような感じます。特に半分に2つに割るとですね、一番右のミイラの形に似ているのではないでしょうか、というふうにも考えられるということです。このフクロウ人間は何を表しているのか、今はペンディングという状態にしておきます。Bye for now.